はいどうもこんにちは。今回のイタリア旅行記はみんなも多分知ってると思う、あのミラノに行きたいと思います。僕が今住んでるレッチェは一番本当に南の町なんで、ミラノまで行こうと思うと電車で9時間半かかるんですけど、まあ今僕学生でそんなにお金もないんで電車を使って9時間半かけてミラノまで行きたいと思います。ローマからだと5時間ぐらいなんで、ぜひ行ってください。9時間ぐらい経ってで、ちなみに電車の中で何をするかっていうと、まあ、僕は携帯見たりしてたんですけど、中にバールとかあって、ちょっと高いんですけど、まあ、そこで買ってなんか食べるのもちょっと貴重な体験だし、日本ではなかなかできないことなんで、やってみるのもいいかと思います。はい、じゃあミラノの駅に着いたんで降りていきたいと思います。周りの人はみんなやっぱイタリア人で、日本人はやっぱ全然いなくって、でみんな帰省とかバカンスでミラノに来てるっぽくて、カバンとか大きくて、なんか僕はあの学生旅行っていうか留学中のちょっとした旅行って感じだったんで、荷物少なかったんですけど、ちょっと浮いてるっていうか不思議な目で見られましたね。僕の今住んでるレッチェの駅とはもう全然規模が違くて、まさになんかヨーロッパの駅っていう、ミスター・ビーンとかで見たような駅で、うわーと思ってちょっとテンション上がりましたね。でまあ夜もちょっと遅いんで、明日に備えて B&B に行って寝ます。はい、じゃあ2日目って言っていいのか分かんないですけど、2日目の朝で、でまずはドームを見に行こうってなって、それでまあ本当はトラムとかバスとか使いたかったんですけど、使い方が分かんなかったんで歩いて40分か50分ぐらいかけて行きましたね。ちょっと離れたとこに B&B 撮ってたんで、でも最終日っていうか2日目以降は分かったんですけど、ミラノは公共交通機関が多分バスと地下鉄とトラムがあって、でそれを1日中別にその1個の券で乗れるっていう券があって、1日乗車券みたいなやつが、でそれが確か3ユーロとか結構安くて、行ったら絶対買うべきですね。それはタバッキとかそういう新聞とか売ってる場所で買えるんで、ぜひぜひ。で途中にあってめちゃくちゃ大きくて、なんかかっこよかったんで撮ったんですけど、後から調べたらこれ裁判所らしくて、めちゃくちゃ綺麗ですよね。日本でなかなか見たことないサイズの裁判所で、でドームに着きました。で着いたんですけど、裏側からちょうど着いちゃって、でしかもなんか工事してて、で後々中には入れたんですけど、ちょっと工事してないところも見たかったなって思いました。で29日とか30日だったんですけど、イタリアのクリスマスのツリーとか飾りとかクリスマスマーケットの期間はずっと1月の6日のベファーナっていう祝日の日まで続くんで、あの日本で年明けてからがなかなか有名じゃないですけど、イタリアのクリスマスマーケットに行きたいならなかなかあの人がいない時期でいいと思います。でクリスマスマーケットで何売ってたかっていうと、まあ、チョコレートとかは一般的に売ってて、であとはなんか全然関係ないおもちゃとか、まあ、可愛らしいアンティークのものとか売ってて、ぜひ行ってあったら見てください。で目の前に見えてるのがミラノのクリスマスツリーですね。夜になるとライトアップもされてて結構綺麗ですね。はい、ついに来ました、ミラノのドゥオーモ。結構いろんな街でドゥオーモとか、ドゥオーモっていうのは
その町の中で一番でかい教会のことを言うんですけど、ドームとか見てきたんですけど、もうレベル違いで、レベル違いっていうか段違いの大きさで、もう人の量もすごくて、朝10時半ぐらいに行ったんですけど、もうすでに1時間ぐらいは並ばなきゃいけなくって、なんでもし中に入るなら本当9時とかそれぐらいに行った方がいいですね。別の日に僕は中に入れたんでよかったんですけど、ぜひ行ってみてください。ということで今回のタクタビイタリア旅行記はここで終わりです。次もミラノの街の中にを散策するんで、ぜひ見てください。チャンネル登録お願いします。お楽しみに。チャオチャオ。